プレイザフーイエーイ。はい、このコーナーでは、はい、あれですね、はい、このあるセリフを面白おかしく言うっていうコーナーなんですが、噂の、はい、そうなんです、あのセリフを、はいはい。でもなんか今回は前やったんです、先週やったんですが、はい、カーナーが前からなんかあれ、何？何ですか？あ、あれですか？あの甲子園の、そう、甲子園のアナウンサー、アナウンス、もう上手いですよって言ってたんで、あ、じゃあ期待、あのリバーブがフォーファーファーってかかってる感じ、かかってる感じで、もうすごいすぐスカウト来ると思います。おお、巨人軍とかから、おお、そんなそんな、来ます来ます、もう絶対来ます。あ、じゃあかなり高期待ですね、ちょっと。楽しいよ。なんですけど、ちょっと今日読み上げるチームたちが、はい、あのか。読みにくいというかあれなんで、噛んだのはノーカウントでお願いします。はい、あとちょっと待ってくださいね。今日来てくれた人たちがたくさんいるので、はい、恒例のあれを一緒にやっていきたいなと思います。はい、じゃあお願いしてもいいですか。あのさっきの OK やるよ。めんそうめんそう、 OK です。聞こえてるけど、はい、あれですね、はい、はい、行きますよ、行きます。はい、川本さん、ブルーさん、めぐみさん、キリアさん、ハンサムさん、せーの、メンソーメンソーメンソーレー、イエイ。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます来てくれてありがとうございます。最後まで聞いてください。はい、はい、ではコーナーに入っていきたいと思います。じゃあ誰からやるか、じゃんけんしよう。じゃんけんします。ここは年功序列でいきますか。おお私が多分、はい、誕生日順的に一番年下なので、のっぴさん、みきさん、私、あ、最後になっちゃいます。でやっぱり、のっぴさん、私、みきさんでいきましょう。いきますか。それがいいですよ。はい、私たちは素人なので、これ面白おかしく言う。あ、でも本当になりきってもいいですし、あのこの 本家はなんかなんで色っぽく言うっていうのがあるんですけど、うん、やってましたよね、はい、だから女子力、やっぱバレンタインで明日なんで、はい、女子力高めるためにも色っぽく言った方がいいのかなって思います。頑張ってください、色っぽく。色っぽ、じゃあ自分ちょっと、まあ、職業柄読み聞かせしてる感じでいきますかね。期待してます。期待できます。じゃあ準備ができたら教えてもらっていいですか。よし、はい、大丈夫です。いいです。はい、じゃあのっぴさんお願いします。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりウエスタンリーグ公式戦、オリックスラバローズ対広島東洋カープ7回戦のスタンディングラインナップ並びにアンバイヤーをお知らせいたします。先行を広島東洋カープ、1番ショート阿部。お、あれじゃないです。近所の運動会でした。めっちゃ恥ずかしいねこれ。ちょっと汗出てきてかなり。近所の運動会じゃなかったです。上手なんですけど。上手かった。やっぱりね、職業がにじみ出てたというか。いつもこの声で子供たちに読み聞かせをしているんです。そうですね。こんな感じで読み聞かせしてますいつも。健やかに育つかもしれないです。面白い、楽しいいい声です、はい、とってもいい声です。面白ってしゆさんが、おお、まさかの、ありがとうございます。まさかのモアイメンバーの子が来るっていう。お、そうなんですか。本当ですか。ちょっと今 えってなります。見られてますよ。見られてますね。沖縄狭いです、ね、沖縄狭いから本当に、はい、はい、じゃあ次行っちゃいます。はい、行きます。じゃあ自分も色っぽくやります。あ、私じゃないです。あ、かな、じゃあお願いします。この順で行けますね。だから、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあお願いします。大変長らくお待たせしました。ただいまよりウエスタンリーグ公式戦、オリックスラバローズ対広島東洋カープ7回戦のスタンディングラインナップ並びにアンバイヤーをお知らせします。先行を広島東洋カープ、1番ショート阿部。おお、はい、すごい。ちょっと雰囲気出すぎてびっくりした、ね、上手じゃないです。ちょっとね、読み間違えたことがあったんですけど、多分いい感じだった。まあ、やっぱりボーカルやってるんだね。やっぱボーカルやってるだけはあるね。はい、
かな、めっちゃ歌もうまいからね。いや、歌はちょっとあれなんですけど。あ、めぐみさんが色っぽすぎる。ありがとうございます。いいな。ありがとうございます。はい、もうね、選挙カーに私を乗せてくれれば当選間違いなし。来るよ、来るよ、絶対。来ますよ、もう。聞いてますか、皆さん。もしオファーがありましたら、メールお願いします。はい、お願いします。じゃあ次、ミキさん行きましょうか。はい。まあ、自分、先週練習済みなんで。おじゃあ期待は高いですね。いや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 。でも忘れてます。じゃあやっていきます。はい。大変長らくお待たせいたしました。ただいまからウエスタンリーグ公式戦、オリックスラバロス対広島東洋カープ7回戦のスタンディングラインナップ、並びにアンマイヤーをお知らせいたします。先行を広島東洋カープ、1番、ショート、阿部。はい。やっぱり練習してるだけスラスラ。そうですね。昨日、去年じゃなくて、去年からやりました。去年から。かなり練習済み。去年からですか？そうなんです。先週めっちゃ噛みました自分。ちょっと我々不利な状況です、ね。そう不利な。だけど頑張ったんじゃない？頑張りましたね。みんなエロかった。みんなエロかったと思います。でもあれですね。本当にミキさんの声はなんかあれですよね。ビール売ってる女の子って感じじゃなかった、ね？そんな若々しいね、なんかキャピキャピ感が溢れているというか。いそういそう本当。そんな感じでしたよね。来るよきっとこれも。オリックスさんから。オリックスさんから。ちょっと若くいたい。本当ですか。私じゃあ巨人に。多分。あ、今来てますよ、巨人。来てます？はい、来てます。あ、そうですね。キャンプの時期ですよね。うん。多分来年のあれですね。うん、あれ何でしたっけ、あの野球の高校生とか選抜するやつ。高校野球？違います、そうです、ドラフト会議にあのお声の枠で私多分出ると思うんで一巡目ですかね、はい、楽しみにしてます。楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ツイキャス何か来てますか？ツイキャスブルーさんが選挙カーっておお選挙カー、はい、選挙カー来たら面白いね。本当に面白いですよね。これってオファーが来るのかな？いや、バイトらしいです、うん、あ、自分の友達がやってたみたいで。本当ですか？すごい市内を走り回ってましたよ。でもすごい声枯れそうですよね、うん、やばいみたいで、ずっともうずっとみたいなんで走ってる間、でもあれですよね、やっぱり自分からこの選挙運動とかに参加するっていうのは、ね、うん、有権者の皆さんにとってもすごい大事なことだと思うんで、うん、はい、ね、皆さん選挙権持ってるなら選挙行きましょう。はいちょっとね、なんか後市に行ってるんですけど最近どうです？最近初選挙行ってきました。本当ですか？はい、ありましたよね、あの選挙。大型じゃなくて、はい、そうです、そういう、はい、そうですね。私はまだです、選挙一回もやったことないので。お、そっか、ないです、まだ。3月か、誕生日1月ですね。あれ1月、あ、終わったよね、そっか、終わりました。そうだ、おめでとうはい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もうだいぶ昔なんですけどはい、まあそんな感じでね、はい、はい、いい声だといいですね、いろいろ幅が広がっていって、いいですね、楽しかった、うん。このね、皆さんもこれ練習して、うん、明日の告白に役立てたりですよ。いい声で、いい声でちょっと好きです。あ、でカーナそれもう一回エコーかけるよ。もう一回ですか？いきますね。カーナの好きですをどうぞ、はい、好きですちょっとこれ多分親聞いてるんで恥ずかしいんですけども、お家帰れないです。見てる分にはかなり楽しい隣でまあね、なんかノリを大事に今日は出てきたので面白かった、はい、明日バレンタインで明日バレンタイン、そう、バレンタイン、ホワイトデーってそういえば沖縄じゃない、日本だけの行事って言いますよね。なんかないらしいですよ、初めて知った。バレンタインにチョコ渡すっていうのも、うん、ちょっとあの商業戦略っていうか、あ、でもなんか分かる、テニスの王子様の、はい、がいつもバレンタインでなったらあのキャラクターにチョコレートがファンから送られて、すごいですよね、ツイッターとかで。そう、まあ、去年は山積みになってるやつ、そうそうそう、トラック何台分みたいな感じで、キャラクターにチョコを送る、そう、誕生日とかもすごいらしいですよ、テニプリのファンとかは、うん、誕生日にこのファンのなんかケーキに絵描けるじゃないですか今、うん、この好きなキャラクターの絵を描いてもらって、うん、本人はまあ本の中にいらっしゃるので、 そうですね、このそれを拡大コピーしてかは分かんないんですけど、うん、この
あの立てて芸能人の誕生日会みたいに、このケーキも大きいやつ買って、っていうのが結構ツイッターとかネットの方で見ますよね、ファンの方が。去年はなんか藤先輩っていうキャラクターがいて、はい、じゃあ藤屋ってかけようって言って藤屋のチョコレートがめっちゃ送られたそうです。へえ。そう。でも結構ありますよね、こういうの。二次元のこのキャラクターに限らず、バンドとかでも、ありますよね。私たちはないですけど私たちはないですけどありますね。アフロディジャックにもチョコレート、はい、お待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。宛先はこちらこっちでいいの、食べちゃうんけど。宛先こちらで、はい。そうね、あと2月14日、はい、非リア充の方は、はい、うまい棒の日なんですよね。だから私今日うまい棒持ってきたんです。あ、本当ですか。コンポタージュ、かなりたくさん持ってきてね。そうなんです、一袋コンポタージュで最近美味しい食べ方見つけたんで、ミキさんの美味しいは、はい、やっぱり味覚って芸術と同じような感性必要だと思うんですよ。ミキさんの美味しいはちょっともらっといて悪いんですけど、待ってひどい。梅干しの種飴ってあったじゃないですか、なんか渡されたんですよ、美味しいよって、もらっといてなんだったんですけど、あれはちょっとなかったです。嘘でしょ。ないです。あれは気になる、ちょっとその味覚感覚が。口に入れてすぐ出しましたもん。あれめっちゃ美味しかったじゃん。美味しくないです。あとですね、あれもありました。なんか焼肉に一緒に行った時に、ソフトクリームにレモン汁をかけて食べてるんですよ、隣で。美味しいよって言って食べたんですけど、味が分裂してて。いや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 、ソフトクリームってバニラ、チョコ、バニラです。バニラにレモン汁をかけてて、まああれですよ、私とミキさんのこの味覚の感性がちょっと次元が違うっていうだけで、美味しい人もいるかもしれないです。美味しいよ、はい、わかんないですけどもしよかったら皆さん試してみてください。はい、ということでもうエンディングの時間に近づいてきました。はい、楽しかったですね、今日は。楽しかった。喋りたいだけ喋って、ね、いいんですかね。ちょっと緊張してたんですけど、早いですね、意外にこれ。早いですね。あと5時間ぐらい喋れます。いけそう、いけそう。いけます。なんか告知とかあったらお願いしてもいいです。ありますか。あ、はい、じゃあ自分のそこのっぴーってちょっとまあアマチュア音楽活動をしてるんですけども、 YouTube とかにまあ自分のオリジナル曲とか、まあボーカロイドで作った曲とかをちょっと配信していますので、もしよければのそこのっぴーで検索していただけたらすごい嬉しいです。お願いします。はい、であと私たちアフロディジアックで活動してて、結構ライブを主催とかしてるんですけど、もしライブしたいけどやったことがないとか、ね、出たいけどこの自分を表現する場がないとか、いましたら、音楽だけじゃなくていろんな本当にジャンルでいいんですよ。もう自分を表現してくれるような、ね、勇気のある方がいましたら、ぜひ私のツイッターなどから連絡をしてくれれば、はい、ライブがあるときに ね、 そうですね、ぜひ一緒に共演したいと思うので、はい、連絡よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ自分も告知していいですか。はい、どうぞ自分も YouTube やってます。はい、うちなみきで検索お願いします。はい、なんかいろいろ食べてます。食べてるんですか。最近のやつ見ましたよ。あ、見ました、ありがとうございますファンですもんね。ファンなんで、かなり嬉しいですもんね。はい、もうめぐみさんが、はい、ミキは相変わらず突っ込みたくなるキャラだね。イエーイ、そうですね、めぐみ懐かしい、久しぶり友達なんです。友達なんですか。あ、お時間が近づいてきました。はい、じゃあ最後に、はい、もう一回ラップでもいいですし、なんか言ってお別れしましょう。めちゃぶりですかじゃあアフロディジアックの宣伝しましょうか。はい、そうですね、はい、56分までなんで、はい、はい、どうぞ。はい、アフロディジアック、まあ、ビジュアル系ユニット、まあ、ボーカルとギターでやってます。はい、で、まあ、一応さっきも言ったんですけど、ミックスナイトっていうライブをよくやっているので、いろんなジャンルの方の、まあ、いろんな人本当に待ってますので、はい、お願いします。ツイッターでミックスナイトって英語で打ってもらえれば、過去のライブ画像とか、はい、見れるので、ミキさんも出てたんでね。はい、はい、また
ね、いろいろ落ち着いたら企画していきたいなと思ってます。あと沖縄県内の音楽業界の皆さん、ね、私たちここにいます、はい、ここにいます。見てください、見てくださいね。はい、はい、ではありがとうございました、はい、今日番組をお届けしたのは、明日バレンタインデーでチョコ作ってないミキと、アフロディジアックボーカルのカナと、ギターの野底のピードでした。はい、また来週お待ちしております。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。